お待たせいたしました。ただいまより3時からの開業ツアーの方を始めさせていただきます。こちらのお外の方に皆様お集まりください。はい、それでは中学園2級のガイドツアーの方を始めさせていただきます。こちらのガイドツアーなんですけれども、およそ1時間ほどお時間をいただきまして巡らせていただきます。校内写真撮影であったり動画撮影などご自由になさっていただいて結構なんですけれども、敷地内このようなこけ地が多くなっておりますので、こういったこけ地の方には足を踏み入れないように、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。それではこちらからガイドさんがします。どうぞお越しください。まずはこちらの方で修学院離宮の概要につきましてご説明をいたします。ぜひお手元のパンフレットなどもご参照ください。こちらの修学院離宮御造営が始められましたのは1656年ということでして、江戸時代まで遡ることとなります。当時後水野上皇と呼ばれた方の手によりまして、こちら御造営がなされたというお話となります。後水野上皇という方、すでに天皇としてのお役目も果たされまして、上位をされて上皇となられた方でして、お住まいの方は今現在の京都御苑内の方にございます、京都仙洞御所と呼ばれるところであったと伝えられます。こちらの修学院離宮はあくまでお名前の通り離宮ということで、季節ごとのご友好の場として用いられたような歴史がございます。内部上離宮、中離宮、下離宮というふうに3か所に分かれて建物とお庭が存在しておりまして、その各離宮によりまして田園風景を取り囲んでいるというところに大きな特徴を持つ庭園となっております。本日のガイドツアーでもまずは下離宮の方をご案内させていただきまして、続きまして田園風景の中をお通りいただきまして中離宮、そして最後に上離宮の方をご案内させていただきます。特にこちらの内部の田園風景といいますものが棚田の形式とですねなっておりまして、下からであれば見上げの風景、そして上離宮からであれば見下ろしの風景というふうな形で棚田がご覧いただけるようなものとなっております。またお近くには比叡山もございまして、下から見上げの風景でご覧いただけるほか、比叡山からは音羽川と呼ばれる川が流れておりますので、その川の水を用いまして各離宮にお池のお庭をご用意されていたり、またその田園風景の工作といいますのも、そういった音羽川の水が用いられていることとなります。ガイドツアーの方、こちらの目の前にご覧いただけます御門からお入りいただくこととなります。こちらの御門、お名前を御幸門というふうに申し上げます。当時上皇がお外においでになられることを御幸というふうに申し上げておりまして、その御幸の際にしか公には開かれなかったということで御幸門というお名前でございます。門の扉の方には当時の後水野上皇が愛された花菱模様と呼ばれる文様が透かし彫りでご用意されております。こちらの御門お通りいただきますので、ぜひそういった透かし彫りなどもお近くでですねご覧ください。それではどうぞお続きください。こちら下利休のお庭でございます。見渡す限りこけちが多くなっておりまして、また今現在葉っぱを落としているような木々が多く見えますが、あれらのほとんどがもみじとなっておりますので、秋にはもみじ狩りをお楽しみいただけるようなお庭となっております。また建物につきましてはあちらの方にご覧いただけます。樹月館と呼ばれるもののみが現存していることとなります。樹月館につきましては内部にお茶室もございますので、当時上皇のご休憩の場として用いられたり、またお客様を招かれてのご対面が行われたりといった形で用いられた建物でございます。こちらの方から樹月館の表の方へと参ります。どうぞお聞きください。こちら樹月館の表側のお庭となります。上皇のお客様につきましてはこちらのお庭の方からお部屋へと上がっていただきまして、上皇とご対面を叶えられたということでございます。私の腕の差すあたりに樹月館というふうに見学がございまして、右の方からお読み上げいたしまして樹月館というふうに書かれておりますし、またご水野上皇のご神筆であるということでして、ご自身の筆をもってして、書いていただいたようなですね、扁額でございます。こちらの扁額のすぐお近くのお部屋が一の間ということで、上皇がおられた空間となります。お部屋の奥の方をご覧いただきますと、畳3畳分くらいのスペースがここを上げられる上段の間というような形で設けられておりますが、あちらの方が上皇がおられた空間ということでして、それ以外の部分にお客様をお招きになられましてご対面をなさったということとなります。上段の間と下段の間というふうに高さが違うというふうなところであったり、また敷かれている畳の種類といいますのも、上段の間と下段の間で別のものが敷かれていることとなります。下段の間の方は単に紺色のですね、畳のへりが用いられておりますが、上段の間の方を目を凝らしていただきますと、この辺りからでも白っぽく見えるようなヘリとなっておりまして、あちらは顧問蓬莱べりと呼ばれるものでございまして、その昔平安時代あたりからですね、公家の方々に愛されてきたようなものとなっております。形としては白色の畳の縁にですね、黒い筆を用いて小さな紋章が少しずつ描かれているようなものとなっておりまして、そのような形から小さな紋章の高い麗しいと書きまして顧問蓬莱というふうに呼ばれるものでございます。そして、他のお部屋になりますが、奥が手が2の間となりまして、一番左のお部屋が3の間でございます。それぞれ2の間3の間どちらにつきましても、上皇の使いの方やお供の方、そしてお客様のお供の方が入られたようなお部屋となっております。なお客様につきましては3の間を行うことも行うことも達成とつながっているような状態となっておりますが、今現在は室内の方をご覧いただくために室内の方を使っていただいているような状態でございます。3の間の奥の襖に描かれている襖に関しましては海辺に泊まり船とということで、お船が描かれているような作品となっております。また、1の間の方にも襖絵がございまして、2の間とつながる部分、古径三鳥と呼ばれる中国の昔話が裏題とされた作品が残されていることとなります。そしてこちらからお庭の方をご覧いただきますと、こけちが広がっておりまして木々が植えられているといったほか、周囲が生け垣に囲われているといった形となっております。しかしこれは明治年代からのものであるということでして、創建当初はこのような生け垣もございませんでしたので、周囲の田園風景とお庭が溶け込むような雰囲気であったと伝えられます。ですので、樹月館からでもですね、周囲の田園風景というのを見渡せるような状態であったというお話なんですが、明治年代以降はこのようにお外とですね、この下利休というふうなところの境をですね、はっきりとさせるために生け垣が植えられたということでございます。こちらからお進みいただきますと周囲の田園風景の方へと続いております。どうぞお続きください。こちら曇り木をおいでいただいたこととなります。目の前に広がっている、棚田の風景といいますのが江戸時代以前から続くものとなっておりまして、こういった棚田の風景を後水の上皇は愛されたということで、丸々お庭としてしまったような、お話となります。また、目の前にございますお山が修学院離宮の本山ということでして、周囲の棚田につきましてもこの本山の麓を掘削されて作り上げられていることとなります。一方本山の左の方、左奥の方になるんですけれども山頂のみが覗いている背の高いお山が、こちらからご覧いただけるかと思います。あちらお名前を比叡山というふうに申し上げまして、こちらからの借景のお姿となっておりますし、また音羽川と呼ばれる川につきましてはあちらの比叡山の方から流れてきていることとなります。続きましては、そちらの目の前の方の道を、お進みいただきます。松並木の馬車道というふうに申し上げまして明治天皇の馬車を通すために、作り上げられたものでございます。こちらをお通りいただきましてまずは右手の中利休の方へと参ります。それではお続きください。こちら中利休のお庭でございます。中利休は創建当初は明け宮御所とも呼ばれまして、もともと後水野上皇の娘様明け宮照子内親王と呼ばれた方がお住まいであられた場所でございます。皆様のお近くのそちらの建物、お名前を楽主軒というふうに申し上げまして、照子内親王の生活の中心部をなしていた建物でございます。創建当初の規模であれば建物内にお台所も存在しておりまして、飲食住全てが賄えるような建物であったというふうなですね、大変機能的な御殿であったというふうなお話でございます。そして上の方にもう一つ建物がございます。大きな上根の建物でございまして、お名前を客殿というふうに申し上げます。お名前の通りお客様をお迎えされるためにご用意されている建物でありまして、内部の装飾が多いというふうな特徴がございます。特にご対面を叶えられたような一の間と呼ばれるお部屋の方には、天下の三名棚のうちの一つと歌われる霞棚と呼ばれるものが今現在でも置かれております。まずはこちらから客殿の方へと参りますのでお続きください。こちらの真ん中あたりから、正面にご覧いただきますお部屋が一の間でございまして、奥側というの壁に設置されている違い棚が霞棚というふうに呼ばれるものでございます。大小5枚の欅の棚板を用いまして、春霞がたなびいているような風景を表現されているということで、霞棚というふうなお名前がございます。天下の三名棚ということで、他の桂離宮の桜棚、そして第5、3本の親御棚と並びまして、大変長くあります。そして、お部屋であったり、廊下に使われている畳をご使用いただきたいんですけれども、こちらの方でしたらお答えをご覧いただけます。先ほどの美月館の上段の間の方に敷かれておりました、この高麗よりと呼ばれる畳につきましては、こちらのようなものでございます。こちらの方で、またこちらの方を続きいただきますと、正面に2の発信をとの方が使えられたお部屋がございますが、こちら通称式玉というふうにも呼ばれておりまして、日本の春夏秋冬の風景を4面を使ってですね、描かれているようなお部屋となるんですが、今現在、ふすま絵の状態が非常に優れて悪いというふうな状態ですので、このような最小限の法解釈させていただいております。ご了承ください。またこちらの右側手の方には石段が続いておりまして、上がった先に山門がございますが、こちらの上は臨休寺と呼ばれるお寺となっております。明宮照子内親王が開かれたお寺となっております。後水野上皇が亡くなられたのをきっかけに大覚寺の方で楽食得度を受けられまして、開かれた門跡の尼寺ということでございます。門跡の、そして尼寺であるということで、皇族の方々の中でも特に女性の方が出家をされるということとなりますと、こちらの方で受けられるといった形のお寺でございます。今現在一般的な公開は行われていないんですけれども、季節ごとの祭事が執り行われておりまして、ずっとですね続けられているお寺となっております。それではこのままこちらの方をお続きください。またそちらの方をお進みいただきますと、楽試験のお部屋内がご覧いただけます。こちらからご覧いただけますのは、楽試験のお部屋内となっております。襖絵も置かれておらず、大変簡素なイメージの作りとなっておりまして、また、このような日中であるにもかかわらず、お部屋内がですね、薄暗くなっているというところに、当時の女性皇族の方のお住まいとしての特徴が見えるような作りとなっております。お顔がですね、光に照らされてはいけないというふうな風習であったり、明らかになってはいけないというふうな風習があったことをもとに、このような設計がされているものとなっておりまして、それが今現在でもですね、受け継がれていることとなります。もう少しこちらの方にお進みいただきますと、創建当初の色も残されているので、いただけるかと思います。こちらが創建当初から続いている色ということになるんですが、当時は楽試験内のお台所のですね、土間の中心部に存在していた色であったというお話でございます。ですので楽試験の規模がもう少し大きくなっておりまして、それを明治年代のご収蔵の際に台所の部分を縮小されて再建がなされましたので、今現在では色はこのように外の方にむき出しになっているという状態でございます。創建当初お住まいであられた際にはお台所の内部に存在していたということで、生活のですね中枢となっていた色がこちらに見えることとなります。そして反対側でこちらの方にはお文庫と呼ばれる蔵の役割を果たした建物がございます。こちらの明治年代に桂離宮の方から移築されたような文庫となっております。当初は漁物などに保管されていたというお話ですが、今現在では修理用具などですね、実用的なものがこの内部に置かれていることとなります。それではこのままお送りしてください。壁がですね全くなくなってしまいまして、柱のみを残してお庭に囲われるような明るいしつらいとなりますので、そのようにしつらいを改められてからお楽しみいただいたというふうなお話になります。また、お部屋内の窓際の奥がですねやはり上段の間というふうな形で上皇の空間としてご用意されておりますので、こちらのお茶室は上皇のみならず、他にもお客様もですねお招きになられて、共に召し上がられたということになります。そして使われている方もですけれども、自立の方であれば上段の窓側なので下の裏があったりとか、巡らせていただきますので、ぜひそういった突き上げ戸に囲われているといったところにもご注目ください。それではこちら本日の右側の方にというところにもお気づきいただきやすいかと思います。それではどうかこちらお気づきください。こちらの看板の方に、完成した様子の動画のお写真が掲載されております。こちらの方にございますのは船着き石と呼ばれるものでして、人々がお船遊びの際にお船に乗られたような場所となっております。このように切り石が並べられ、こちらのですね、縦に長い石の方にはですね、縄をくくりつけるような形で船をつなぎ止めておくということとなります。また、こちらからですとお池が美しくご覧いただけるような場所というのが選ばれておりまして、船着き石とされております。そしてこちらの道からは、左手の方に見上げの風景、そして右側手の方に見下ろしの風景がですねお楽しみいただけます。ぜひご堪能ください。